こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジー始めていきましょう。はい、ということですね。あと川口よしのです。新越谷高校野球部でマネージャーやってます。気がついたあと5時間。ですね、もうほとんど時間がないので、お昼もしっかり食べないと。体作りは食事から。ちょっといい？本当？なかなかすごい。なるほど。野球も柔軟性が大切なんだよ。じゃあ、また割り開始。ちょっといい？それは、だキャンプ。ケンドです。何言ってるんですか。柔軟性が大切なんだよ。じゃあ、また割り開始。どうなんでしょう。あら？きっと。でも。
ありがとうございます。あはは。普通とは。ちょっと。呆れた。なーにを。喧嘩してる。野球も柔軟性が大切なんだよ。じゃあ、また割り開始。そういえば、あれ？うーむ。どうだろう。あら？一体何の作品なのかわからない。ロッテってなんか出てきたよな。ちょっとキャラを出しすぎてる感じ。楽しそう。強化は必須。ノックレンやるよ。みんな位置について。これで後日談終わりですね。これで試合に出なくてもみんなをサポートすることに全力投球だよ。お昼もしっかり食べないと。川口よしのです。日々のトレーニングは大切だよ。土属性、こっちが草属性か。やってみるか。強そうです。悪いな、思いっきり行くぜ。1万1000万あるのに。アシスタントの経験を生かします。サポートだって大切なんだからね。誰も怪我させません。まだまだ、まだまだ。何があるかわからないからな。私も遊びで済ませたかったんだけど。どうぞ皆さん、私を盾に。勢いつけた。出会った。なかなか強いですね。何か上に羽織りましょう。あばば、ごめんなさい。準備 OK。 うー、監督だったらなかなか強いかも。来てや。いや、これほとんど削ってるやん。
まあ打たれ弱いか、手数はまだあるんだから、ね、えい、これ大丈夫ですか。慣れないことしちゃったから、じゃあね、ごめんなさい。ちょっと強いね。そしてか、負ける気がしねえな。すな、やるっきゃないよね。こっち来るな。こんなことでよければ。悪い子だれだ。これで私のために強くなって。まあさすがに投票させないが、ここで大切なんだからね。一発本気でやっちゃうからね。私がついてるから。こんなことでよければ。あ、お手柔らかにお出しを惜しんではいられません。いいですね、どんどん。何も反応しないけど何かあるかな。あ、スネコが。本当か。済ませたかったんだけど。本当にね。一丁上がりって感じかな。能力が上がります。オーバートレーニングはダメだ。ミナさん、行きましょう。よし、受けて立ってやる。1、2、3。アシスタントの経験を生かします。おめこぼしくださいな。 やったな。誰も怪我させません。ちょっと、これならこういうやり方だってあるんだから。誰も怪我させません。ち
ちょっと何があるかわからないからな。もうがっつり埋めちゃん。強いな、でも。逃げたい。やるっきゃないよね。踏み切りのやつ、あげる。えい。無限回、回路陥ってます。スキルを発揮できやすいですね。スキルを上げやすい。あ、でも全滅したら意味ないのか。これで私のために強くなって。どうぞ皆さん私を盾に。これ受け止められる？暴力バッター痛いよ。ちょっとここでミラ投入して見ましょう。そうするとどうなる？あ、戦だね。化石みたいにカチカチに。悪い子だれだ。彼女も天狗だな、みたいな。暴力バッター！マジ！飛躍！カタクナール！おめこばしくださいな。暴力バッター！一回でも削っといた方がいいね。一緒に頑張ろう。一発本気でやっちゃうからね。暴力バッター！暴力バッター！こういうやり方だってあるんだから。でもかかってた。すごいな。がっつり埋めちゃん。それでは行ってまいります。相手になるわ。まだ青汁のお饅頭が残っているの。やっちゃいますよ。くらえです。強いの分かってるからな。惜しみなく使っていかないといけません。皆さん頑固です。うん、もう痛い。これでどうです？通常攻撃は全体攻撃ですからね。アゼニハンは。あ、でも通常攻撃だけやったら倒せないのか。あとは任せて。これは読み使いましょうか。え、今何？ああ、やっちゃいますよ。
これ武田よみ投入。よし投げるぞ。最高のボール、いくよ。ともちゃん、よみちゃん、あの球。よし、狙いは内角低めの感じで。最高の球だった。内角低めとはブレーキングは強いよな。もうアズニャンがクリエメイトコミュの達成条件をクリア。あとで行ってみましょう。じゃあラストです。じゃあ強すぎますね、風属性は。よーし頑張ります。フレーフレー、行けないのか。子供扱いして舐めないでください。一気に来た。くらえーです。サポートします。あとは任せて。こうかな。スピン倒ししないと使わないんじゃない。はい、出番です。いきます。アズニャーン。そこそこそうですからね。26万。5000。勝利のポーズで、こうかな。日々のトレーニングは大切だよ。すみません。ありがとうございます。すっごく助かりました。スクリーンリスト、クリエメントコミュのアズニャンですね。ペオン、日本の気候はギターにあんまり良くないみたいです。いいかもです。スター、コミュカードって別にいるんだ。早朝早起きは三文の徳。そうですね。今のおすすめ、これって今163。塚部くんには足りないか。金の これそういうことか。じゃあ使いましょう。交渉成立。特殊召喚をできるんだ。さあ何がいいか。悩みますね。たくさんの中選べるんですね。クリスマスルキーやでも選ぼうか。交渉成立。お兄さん、そしてさっき気になったのが、あ、来年お正月もいいな。ニャイアポルカ水着。
交渉成立。一生戦士は本日を一個だけ交渉成立。あともう限られた数を交渉成立。魔法使いのクレストに使用して終わりとしたいと思います。でスキルアップパウダー、専用武器がないと、まあ、まずはあれですね、メモリアライズを入れないとあかん。でもスキルアップパウダーを手に入れないといけないのも事実かな。まあその時は近づいてきたって言えるんじゃないでしょうか。289なんで無理か。次のイベントに回しましょう。練習すれば不安も吹っ飛ぶ。助かっちゃったね。アマウさんの従業員にならないなんてね。試合に出なくてもみんなをサポートすることに全力投球だよ。はい、ということで、私たちだって野球したい、これでですね、全部のクエスト終わりましたのでここまでとしたいと思います。次回からは新しいイベントですねのスタートとなりますね。このゴールデンウィークキャンペーン、何が待っているのか。そしてイベントメイド館では笑えないが、登場してまいります。なんか新しいメイドも登場するみたいですね。あ、いいな、この近藤のメイド、こういうメイド姿好きですね。次回のイベント、楽しみにしたいと思いますので、ぜひ次回も見てください。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画と動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。またこれまで遊んだ記録、
こちらも説明欄に URL 載せております。ぜひこちらもご覧ください。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。